おい、カナタ。魂の反応を感知した。転送された12人のうちの一人だ。本当か？ああ、間違いない。すぐに捜索に行こう。おっかないから俺以外の誰かよろしく。この気配、次は多分女だな。俺が行こう。マユラちゃん行こうぜ。はい、私でお役に立てれば。両手に花で帰ってくる。私じゃダメなのかい？私じゃダメなの？ダメなんだな、それが。こいつ、こいつ。あれ、ここは、確か私はデパートの屋上にいて、爆発、そうだ、何かが爆発して屋上が崩れて、私私はスーパーヒーローとして別の世界を救いに来てしまったのでしょうか？いやいや、ダメですよ。私は地球の平和のために戦うヒーローでして。
頼りになるよ。大丈夫でしたか？怪我は？あ、はい。あの、この星の平和を守るため、遠い星からやってきたドライピンク。なんじゃそりゃ。ははあ、かっこいい。なんで人？具体的には太陽系第三惑星の地球っていうところからやってきたのですが。おかしな格好をしているが、そいつがお目当ての人間だぞ、カナタよ。そうみたいだね。今の声は？俺たちはあなたを探しに来たんです。それはわざわざご足労いただきましてありがとうございます。どういたしまして。ついでと言ってはなんですが、聞きたいことがたくさんありまして。そうでしょうね。カナタさん、ここでは危険なので。とりあえず帰るっしょ。ああ、そうしよう。まあ、これが今俺たちの置かれている現状です。思っていた以上にとんでもないですね。気を落とされるのも無理はないのですが。あ、いえいえ大丈夫です。そうですか。気を落とすどころか皆さんがいて正直安心してます。こうなってしまった以上は、ユイさんにも協力してもらえると助かるのですが。はい。こちらこそ、よろしくお願いします。はーい、質問。なんだよ、小春。ユイさんでしたっけ？はい、ミトサギユイです。なんでそんな格好してるの？さすがだぜ、小春。みんながスルーを決め込んでいるというのに。がっつり触れていくとはね。私、ヒーローをやっているんです。ヒーロー？はい、ちびっ子たちに夢を与えたくて。あ、もしかしてデパートの屋上とかでショーとかやってるやつ？はい、まさにその最中にここに来ちゃったみたいですね。なるほど、納得したぜ。でしたっけ？はい。子供たちのヒーローにしては随分セクシーな衣装ですね。なんと、それは何かの間違いでは？さ、
さすがだぜランゼ、デリカシーのかけらもねえ。言いにくいことをズバッと言ってくれる王。怖いね天然ってやつは。ねえねえ、その格好でアクションするの？小春！おいカナタ、お前の連れだろ、なんとかしろや。そうだな。あ、でも最近では普通っていうか、しょぼいなカナタ氏。そういえば親御さんに正義の前に別の何かに目覚めてしまうとか言われたことが。何をうまいこと。あ、いや、そんなの思い出さないで。わかるわ。わかるな。ユイさんボインだもんね。反射で物を言うんじゃないよあんた。確かにボインボイン的業界からはよく声をかけていただきました。やっぱり。あ、アホ。でも私がなりたいのはそっちのピンクじゃないと言いますか。いやいや、それだって夢を与えることには変わりないよね、光秀。いいこと言った感じでこっちに無茶ぶりするんじゃねえ。でも私が夢を与えたいのはちびっこたちなんですよ。はい、マイラちゃんどうぞ。皆さんの話はよくわからないんですけど、私はトライピンクとってもかっこいいと思います。ナイスナイスだお前ユラちゃん。あ、本当ですか。さあ誰かうまくまとめるを。間違いない。ここでまさかのナメロウさん、頼みます。ちびっこがそう言っているんだ、自信を持て。ん？なめろうさん、嫌いです。あ、そんなつもりでは。なめろうさん、デリカシーがないですよ。ひどいな、なめろう。お前らが言うな。そうだ、ユイさん、あれをやってみせてください。あれ？かっこいいやつですよ。おう、お任せあれ。この星の平和を守るため遠い星からやってきたトライピンク。かっこいい。照れちゃいます。マジか。